どでした。直接のお答えになってないと思うんですけれども、はい、よろしいですか。なんか付け加えることって、はい、補足したい、はい、なんか日記新聞の内容忘れちゃったなとか、ちょっと整理しますと、話が2つありまして、一つはその2020年の 25% 目標を見直す中という話がもう一つ、もう一つは今現行でもう約束期間に入って、第一約束期間に入っている京都議定書の目標をどうするのかという話がもう一つで、その前者に関しては記者会見で先ほど小西さんが言ったその南川環境事務次官が来られていて、で現地の記者会見で見直しするかもみたいなことでちょっと言及してされたんですね。でそれが翌日日本 の, メディアでは取り上げられていました。でそこはでもちょっと勇み足だったかもしれないみたいな雰囲気が日本政府代表団の中にもあった。これは事実、これが2020年の目標の方の話です。で京都議定書 の, その第一約束期間、今やっている京都の目標について、その翌日か翌々日ぐらいに、日経の朝刊で、東京発なのでバンコクからの記事じゃなかったですね。で東京発の記事でその第一約束期間について、その守れなかったら罰則が発生するんですけども、まあ、そういうのを、まあ、免除してもらうような形で政府内で合意をして関係国と調整に入ったというような記事が流れてたんですね。でこれには僕らも驚いて、これってどういうことなんですかって現地の政府の代表の方々に聞いたら、いやこれはね、我々も全然よく分かんなくて、今どういうところから出てきているのか確認しているところなんですというふうにお話をされていました。なのでこちらはおそらく完全なまあ、デマだったというか、あるいはその誰かが意図的に話をわざとそういう方向で話をされたか、まあ、よくわからないんですけれども、いずれにしても本事情はわからない。ただ政府代表団、バンコクに来ていた政府代表団の中では、少なくとも第一約束期間についてその面積を求めるような動きは、まあ、一切考えていませんよという話をしていたというような状況です。すみません、ちょっと状況の整理。すみません、また読売新聞の河野です。6月会合と4月会合がそういうことで、アジェンダ設定もはっきりなんか、そういう形で終わって6月に引き継がれたということなんですが、6月の流れがどうなるかという、予想とですね、あとその後 の, 12月までどういうふうなスケジュールでどうなるかみたいなところ、何か情報がありましたら聞かせていただきたいというのが1点と、あと EU が今回 全体状況の中でどういう感じの動き方をしてたのかについても、何か分かれば教えてください。よろしくお願いします。どなたに、これはどなたにでも分かる方、誰かに、じゃあ誰か、ありがとうございます。4月6月はですね、一連の会議として捉えられたんですね、そもそもね。だから6月会議も含めたアジェンダ設定という形での議論なんですけども、このバンコクでの終わり方を見ると6月がどうなるかちょっと予想がつかない。一応アジェンダは、LCA も決まったし、KP のアジェンダ決まって議論始まってるわけですけども、まだ初っ端の議論で本当対立したままになってますから、おそらく LCA の方はアジェンダは決まったけども、どういうコンタクトグループね、中身をどういうふうに議論していくかで、まずそこで揉めるのかなという感じがしますね。でどういう議論をどう進めるのかというところは、また戻ってきて議論せないかんのかな、2週間あるから、前半でその決着がついて後半でやるのかどうかまだちょっとわからないですね。でスケジュール的にはですね、条約事務局が言ってたのは9月末か10月初めにもう一回会議を持つと、多分1週間でだと思いますけどね、言ってみると9月末の1週間か10月初めに1週間どっちかにどこか場所を決めてやるんだろうと思います、ね、それが公式日程として発表されました。ちょっとだけ追加させていただきますと、6月にもしかしたらその途上国側がミニステリアルをどうしても開いてほしいって言ってるので、ミニステリアルが来てそんなポリティカルな事情ができるかということは別として、それがちょっと考慮されるんじゃないかと思います。であともう一つ、ワークショップですよね、その削減行動と削減目標、あれだけ明らかにしてきたのを、今度はそれを比較可能にして、なおかつそのいかに引き上げていくかみたいなもの、どっちにしてもフォローアップというものが必要なので、リポートが
出てくることに、文書で出てくることになってます。ですからそれがおそらくボンの前に出てきて、でそのワークショップの何かの継続みたいなことに関しておそらく事務局が何か用意してくるんじゃないかなと思います。あとすいません、あれ河野さんあれですよね、そのバンコク会議で EU がどんな動きをしたかっていうのを、動きというか発言というか、あの今回ですね、EU が特段に変わった主張をしていたかっていうことと言われるとあんまないんですね。まあ、我々の方としてもその、前々から議論になっているその 20% から 30% の動きっていうのがあるのかないのかっていうのは常に注目をしているんですが、今回は少なくともそういう動きはなかったです。でむしろ、僕らの中で若干おやっと思ったのはその EU に対する動きなんですが、先ほど、小西さんの発表の中にあったあの AWGKP と呼ばれる方の作業部会での議論の中で、小西さんも説明されましたけれども、第二約束期間についての立場を、まず政治的な、ね、立場をはっきりしろと、でそれじゃなければ細かい議論には入らないというのが途上国側からの一致した見解だったんですね。でこれをかなり強い形で突きつけて、先進国に対しては突きつけて、で日本とかロシアは従来からのポジションを変えていないので、第二約束期間については現時点では参加する意思はないですというようなことを答える。これに対して EU はご存知の方も多いかと思うんですけれども、前々から、まあ、いろいろな少なくとも議論はしますという立場を取っていたんですね。でこれに対して、じゃあそのどういう条件だったら第二約束期間に EU は入るのかということをかなり途上国が突っ込んで聞いていて、でその、まあ、ちょっと感覚なのであまりこうカチッとは言えないんですけれども、途上国側としてはですね、途上国側の発言を聞いているとEU をもうそっちの方向でロックインしたいという意図が働いているような雰囲気になります。要するに第二約束期間に関して EU の方は少なくとも可能性があるから条件を明確化させて、でなるべくであればもうどっかの地点で EU も参加しろということを明言させたいという話もというくらいの雰囲気で途上国側はかなり EU に対して迫っている感じがありました。でこれは逆を裏を返すと、要するに日本とかロシアを置いてきぼりにしてでも第二約束期間が継続するということを何とかして確保しようという意思が途上国の一部については働いている、そんな雰囲気があったというのは、まあ若干新しかったなと思います。でこれがうまくいくのかどうかと言われると、 EU もさすがにその他の国々の先進国をの放ってまでですね、そっちにコミットするか、たとえそれで途上国の前向きな態度が確保できるとしたとしても、そこまで譲歩するのかなっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、とりあえず交渉の、まあ、客観的な状況としてはそんな感じになります。プロジーの金子と申します。2つございまして、1つ目は早川さんに質問したいんですけど、25% 削減というのの、まあ、位置づけというんでしょうか、法的にですね、コペンハーゲン合意で、まあ、日本が発展して、観光で、まあ、正式になっているので、もしこれを変えるとなったら、どういう手続きがいるのか変えられないのかどうか、説明を確認したいんですけど、もう一つちょっと、どなたがご意見をお伺いしたいんですが、まあ、日本がかなり孤立していると思うんですけれども、日本政府としてその孤立しないようにですね、何らかこの EU に水面下で働きかけているとか、なんかその外交的な努力を水面下にしているような気があるんでしょうか。じゃあまず早川さんから。25% は変えるのに法的に手続きはいらないと思います。おそらく今 の国家にかかっている地球温暖化対策基本法が成立すれば、そこに 25% 書いてありますから、それをどうするんだって話になりますけども、今の段階では、まあ、日本のトップが国連会議で約束したという国際公約ではあってもですね、法的な意味合いを帯びたものになってませんから、そこはまあ政治判断に変えられるのかな。ただ若干格好悪いですねという話だと思います。法的なことといえば、まだ条約に組み込まれたわけでもないし、
ということで、まだ変わってないということですね。